来年2月に開かれるピョンチャンオリンピックのスキーとスノーボードの日本代表、内定した一部の選手が発表され、前回のチオリンピックで銀メダルを獲得したスノーボードの平野歩夢選手など12人が選ばれました。全日本スキー連盟は、国、代の成績などをもとに、ピョンチャン、リ、ピックのスキーとスノーボードの日、代表の一部を内定し、22日、東京都内、記者会見を開いて代表メンバー12人を表しました。このうち、スノーボードで、男子ハーフパイプでソチオリンピック銀メダルの平野歩夢選手が選ばれたほ、女子パラレル大回転では同じく前回代、銀メダルの竹内智香選手が選ばれました。またスキーでは、フリースタイル女、ハーフパイプでは、ソチオリンピック赤金メルの子の塚彩菜選手が選ばれました。子、内膝の怪我から復帰して2大会、続、メダルを目指す平野選手は、今は小、ずつ自分の滑りができてきている。今月、ワールドカップでも優勝していい流れだ、思うので、ここからは自分の練習に集中、手技術をもっと上げたいと意気込みを、していました。また5回目のオリンピック、出場となる竹内選手は、初めて出場だ。8歳の時から毎回、最後のオリンピック、思って臨んでいる。今ある力を 10% 出すことに集中した、と話していました。全日本スキー連盟、スキージャンプやノルディック複合な、この他、代表内定選手については、来月発表する、とにしています。代表内定者12人、全、本スキー連盟から、今回代表の内定が、た、はスキーが4人、スノーボードが8、の合わせて12人です。スキーは4、で、クロスカントリー男子の吉田圭、選手、北海道出身の30歳、2大会連、2回、の出場で、昨シーズンハピョンチ、で行われたワールドカップで自己最高、6位に入りました。フリースタイル、子、アリアルの田原のぶや選手は、和歌山、での36歳。もともとは、